V4 校ゴドフロア、ジャン・フランソワ・コルソンが、1775年ゴドフロア、シャルル・アン・リド・ラ・トゥール・ド・オーベルには、ブルボン朝末期フランスの貴族、帝神、V4 校爵。1747年から1775年までの、長きにわたり、フランス王執事重長の職にあった。V4 校、シャルル・ゴドーフロアとマリー・シャルロット・ソビエスカの間の、長男。 1743年11月27日、マルサン・ハク、シャルル・ルイの娘ルイーズ・アンリエット・ガブリエル・ドロレーヌと結婚。最初の妻と死別後、マリー・フランソワーズ・アンリエット・ド・バナストルと再婚している。7年戦争に従軍して、先行を立て、1748年陸軍少将,将に昇進。 1775年類16世のランスでの大冠式には王室自重長として参加した。そこはかんばしくなく、オペラ歌手の愛人に入れ込んで3ヶ月で100万、リーブル近くを乱費し、加算を傾けた。1775年自重長を辞職した際、公認には息子ではなくおいのゲメネコーアンリが選ばれたが、これはゲメネコーが、 王妃マリー・アントワネットのお気に入りだったためである。1777年、王立彫刻、絵画アカデミー総裁に任命された。最初の妻との間に4個があった。ありがとうございます。